ちそっちココチャです。やってる。そうだ、これはポチさんのあんを借りました。一緒に言うんです。コロコロアンコロです。ほっぺにポテトイムポテです。パクフレッシュビタミンキララです。葉っぱの葉のほうちゃんです。他アンニョンモモタンです。はい、ということで今日はモデルの撮影前の食事事情を紹介したいと思います。やっぱね、結構撮影って大事なので、うん、その前の日とかの、食事のね事情をそれぞれ紹介していきたいと思います。はい、はいはい。でまずは私から紹介していきます、私はまず朝食べたものはこんな感じなんですけど、朝スタミナがつけたかったので、何これ竜田揚げ、私めっちゃ美味しそう。普通に売ってたやつを あのそうお皿に乗せただけ、ドンみたいな感じにして、ドンみたいな、ドンです、ドンみたいな、してドンみたいな、ドンみたいな、あとは味噌汁と、バナナはやっぱりあのお通じが良くなるって聞くので朝に食べました。はい、朝からすごい意外と、なんかこれ何時ぐらい、みんなしっかり朝ごはん食べる、食べる派で、食べます、食べ、食べれないです。なんか食べないと死んじゃうかなと思っちゃうんです。でも大事よ。で、お昼は美味しそうチャーハンなんですけど、手作り、手作り、うお、自分で、私じゃないです。ごめんなさい、両親です。と、あとはやっぱり野菜が必要なのでサラダなんですけど、なんかブロッコリーもすごい体にいいものなので、私嫌いなんですけど食べました。偉い。あとはこのなんかデコポンはなんか妹ちゃんが持ってきてくれたので飲みました。かわいい。あとは間食に、あの絶対撮影前はやっぱお菓子とか食べちゃうとむくんだりとかするので、私はすごいむくみやすいのであんまりこう塩っ気のないもの、本当はお菓子大好きなので食べたいんですけど、ヨーグルトとかで、間食は乗り切りました。夜は絶対いつも炭水化物抜くんですけど、魚とネギ、焼きネギ、あと味噌汁とまたブロッコリーで、まあ、野菜が多めで、まあ、やっぱり私その言った通り炭水化物とか食べちゃうと次の日に影響しやすいので、自分が太りにくい食べ物だったりとかを取ることを心がけて、あとデザートにリンゴとキウイを食べたんですけど、なんかどっちもなんかむくむあれをなんか飛ばしてくれるみたいなってのを聞いたので、撮影前はよくリンゴとかキウイは食べるようにしています。こんな感じです。すごい、はい、なんか量がめっちゃ少ないわけじゃないし、ちゃんと食べてる。さっき言った通り食べないと死んじゃうと思っちゃう人間なので、美味しいもんな、しかもしっかり食べつつ、まあ、あとはその空いてる時間に筋トレとかしたりして、できるだけいいところに持っていけるようにしてます。すごい、ありがとうございます。続いてはアンコロさん、いきます。お願いします。平日の学校のある日の一日の食事なんですけど、あの撮影前はお友達とあのダイエット企画というか、なんかお互いに送り合って今日何食べたとか、あとは自分たちでダイエットルール作って何時以降は食べないとか何は食べないとか決めてやってるんですけど、基本的に朝あんま食べない人なんですよ。ね、でも良くないって聞いたんで、フルーツだけでも食べるようにしてて、この日はあとオイコス、オイコスめっちゃいいよ。オイコスちょっと苦手で、苦手、なんで苦くまろやかな、苦いっていうか、まろやか、弾力がある、ちょっとあんまり得意じゃないから、濃いめや、みかんとこれも桃を入れて、おいしそう、なんかちょっと食べやすくして、プラスビタミンも取りつつ、朝はこれで、はい、素晴らしい。で次はまあママの愛情たっぷりのお弁当ですね。お弁当食べたい、ママのお弁当いい、毎日、やっぱ高校生だから毎日ね、お弁当です、お弁当で、これも結構お母さん考えてくれて、あのご飯は少なめでおかず多めで、なんか結構こうやってあの卵、卵かわいい、卵かわいい、卵かわいい、こういうの好きなんですよ、お母さんが、こうやってやってくれたり、あとはお魚が結構好きなんでお弁当に結構入れてくれたり、まあ、フルーツ大好きなんでフルーツも、いちご、で最後はこれキノコとサラダチキンの、美味しそう、完食とかはしないです、うん、水とお茶ぐらい。ダイエットとか絞る時とかって本当お母さんとかお父さんが協力してくれないとできないので、プラス高校生だとやっぱお弁当とかもこう考えてしてくれないとできないんで、すごい感謝です。うん、
こんな感じです。いいですね。はい、続いては私ですね。はい、はい、私はまず朝は本当は食べたいんですけど、うん、基本時間に追われちゃうので、ちょっと R1 で健康にも良くっていうので、うん、低糖、うん、普通低カロリーのやつなんですけど、そうなるんや、初めて見ました。この時期とか寒いんで気をつけないとと思って朝これだけ飲みます。お昼がサラダと玄米ご飯です。何グラムぐらい食べるの玄米？この日は多分100ぐらい、100ぐらい、100ないか。お茶碗も80ぐらい。多分ちょっとこの日は外にいることが多かったのでコンビニのサラダで済ませちゃったんですけど、次が半食にオイコスです。でもこれも私無糖が食べれなくて本当は良くないんですけど、無糖もあるんだ。加糖のプレーンのやつを食べました。でもこれもタンパク質が取れるからいいですね。しかもオイコス結構なんだろう、ねっとりしてるからお腹に溜まるから、めっちゃ溜まる。これ水一緒に飲んだらめっちゃ泣く。めっちゃお腹いっぱいになるんで、その夜ご飯までのつなぎとして食べました。これはコーヒーなんですけど、もう最近は本当にダイエットのためもあるんですけど、もう無糖、無ミルク、ミルクブラックで飲むことが多くて、ブラックだと結構むくみとかもこう流してくれるっていうのを聞いてから、食欲も抑えてくれる。そうなんですよ。夜ご飯はお姉ちゃんが大量に胸肉とあと玄米ご飯とくれたので、その胸肉と減塩のお醤油とわさびで、やっぱこれ撮影の本当に前日だったんですけど、やっぱ前日の夜はむくみたくないので、お塩控えめにブロッコリーとオートミール。オートミール、私もおにぎり、オートミールおにぎり、ね、米化して周り食べます。米化でさ、今さチンだけです食べたことないんです、うん、なんかいつもチャーハンみたいに炒めてやったら美味しいなと思うんだけど、これって いける？でもこれで慣れたらいけます。最後に炭酸水でお腹を膨らませるっていう作戦で、すごいやばい、結構少ない、めっちゃなんか刻む。ここまで設定しないと太りやすいタイプなので、普段はもうちょっとお出かけしたら、まあ、お友達とかって来たら食べるしみたいな感じで、撮影前はこれだけ徹底するんですけど、あまり無理はしないように。確かにそうですね。すごい。はい、次はハオちゃん。なんかあのこの後に言うの申し訳ないんですけど、すごい多く食べちゃった。いや食べれないよ。なんか私結構がっつり食べないと本当にお腹空いちゃって、逆にお菓子とか余計食べたくなっちゃうんで、ですよね。だからがっつり食べるんで、朝からまず結構ご飯がっつりいっちゃってます。あと白湯を飲んで、白湯めっちゃいいよね。白湯も好き。あと野菜とかもちゃんと取ってバランスを取っています。美味しそう。これどこで食べてるの？そう、どこで昼のお弁当なんですけど、めっちゃ美味しそう。お弁当もちょっとあの作ってくださって、で梅干しがすごい体にいいって聞いたんで、梅干し入れて、これ梅干し苦手なんで刻んでもらって入れてます。おー、すごい。はい、で、まあ、お肉もちょっとあったりとか、あと野菜がやっぱ多い。これは、まあ、あの私の大好きなあのサラダ、まあ、全部食べないで本当にちょっと本当に一口二口食べて、夜はなるべく食べないようにしてます。18時以降何も食べないで。で最後にこの水は、これ2本3本とか飲んで、これ結構キャップがこういう蓋型になってるんで、これそうなんや、駅の中の自販機で買える。そうです、そうです。以上です。はい、いいです。いい、なんか JK 感もちょっと汚い。続いてゆめさん、はい、ちょっと本当にちょっと申し訳ない。本当にこれはちょっと私的には反省なんですけど、この日はお仕事がありまして、朝からロケの日だったので、ちょっと言い訳タイム。これは私は分かって言い訳なんですけど、この日は大阪で仕事してからそのまま東京に行く日だったので、朝がすごい早かって食べる暇がありませんでした。大阪に着いてから喉が渇いたので、無糖のゴゴティーをほんと飲みました。はい、で、まあお仕事をし、で、ここでドンドンなんですよ。みんなでハンバーガーを食べようってなったので、それはもう美味しく、この後も働きますので、はい、行きます、はい、ということで、いただきました。はい、とっても美味しかった。美味しそうです。もう、見る。そして、夜、ロールキャベツ、ホテルだったので、
コンビニのロールキャベツをチンしてちょっと見栄えのためにお皿に移ってめっちゃ美味しそうですね。美味しそうだけど、やっぱその私も塩分系ですっごいむくむタイプやから、ほんまこのロールキャベツも嫌っていうかあんまり良くないねんけど、そのサラダが冬食べる気になれなくて、私体も冷えるし、なんか温野菜の方がいい、そう体が温まるのでと思ってロールキャベツをいただきました。良かったです、はい、なんでこの日に限ってハンバーグやったもうなんかさ、正直さ、その今までの写真に組み替えたりとかできたけど、これはリアルをお届けしないとと思って、ね、確かにお仕事の日のご飯って感じで、なんかいや、すいません、いえいえ、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ次、阿部さんですかね。阿部さん、阿部、これも言わせがある、阿部の最初から、マジで朝マジ食べなくてもいい人間なんですよ、もう見るだけでもう無理っていうか、でもみんな食べないだけあるの、だから朝からカツ丼っていう人がマジ信じられない、言わせない、でもあれは超早朝じゃないのって言って、あ、これも言い訳タイムになっちゃうここだからですね、6時半とかに起きてるから、それで芋起きてないから食べれなくて、まあ、ここにくばたきちゃん食べて、このお昼が、そのこの日はたまたま、売店、違う、お弁当、その購買食堂、そう、食堂となんかお弁当が売ってるところがあって、最高で、唐揚げか、あとなんか牛カルビでなんかあったんですけど、唐揚げにして、で、美味しそう、ここで唐揚げ食べたって思ったから、夜に、あ、違う、これでお腹壊したえ、これこのせいじゃないんですよ、大丈夫、おばさん大丈夫、おばさん食べて、お腹痛くなって何も食べれなくなって、とみかんとパイナップルと桃とキウイ、いつもフルーツポンチみたいなして、もうこんなでっかいやつにみんなこれ食べてだからでも本当はマジでもっと食べます、ちょっとお腹の調子悪くなっちゃう、お腹痛くなかったからこれですって感じです。うん、みんな撮影の前の日が別に完全に休みとかじゃないから、学校もあるしお仕事もあるし、その中で頑張って今自分ができる範囲 の、まあ、その撮影に向けての食事なので、普段はしっかり食べて栄養、やっぱり栄養大事なので栄養考えて食べることが大事だと思います。はい、こんな感じで、ポップティーモデルの撮影前の食事でした。ごちそうさまでした。感謝、確かに感謝、見てくれてるみんなも急激なダイエットとか本当やめましょう、うん、そうですね、いいことない、本当に良くないです、うん、もうこれは自分の体が感じました、ね、感じました、うん、ご飯が体を作りますから、はい、ね、はい、いや名言がそういうことの名言っぽく、はい、ご飯が体を作りますから、やさくでした。